で呼んでいただけたことは本当奇跡だなと思っています。これどう思う？マネージャーさんからお仕事の話来るときに、はい、また来たのどういうことなんだ。いや運が回ってきたな。運が回ってきた、ね、はい、いつでも開けてるので。どっちだ、私ハマってんのどっちだろうと思って急に呼ばれて待ってました、ずっと呼んでいただけるの本当にね、はい、そう僕はね運がアミアミアミって言ってんだけどね、ずっとアミアミアミって言ってんだけどちょっとね、やっぱね、いや無理だ、逃げよう。あっ今出たよね。え、扉閉まったんじゃないですか勝手に。今出た、今通りませんでした、今人出ました。え、出ていきませんでした。プログラミングしてない怖いこと始まった。一番怖いやつだ。今いたよね、貞子みたいなね。今して通りました、通りました。あれ、アンガールズさん、アンガールズさん。早い、サクサクいってる、サクサクいってる。すごい早っ、めちゃくちゃ早い。え、すごい早っ、完璧じゃないですか。自分でもびっくりした。え、分かってたんじゃないですか今。めちゃくちゃスムーズに。自分でも。え、びっくりしてる。え、たまたま。自分でも、自分の才能にびっくりしてる。これが奇想本能。すごっ。可愛らしい子とかなんかすごいいないかな、いないか、いないのかな。あれ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 やっほーやっほーってきた、やっほー震えたやつじゃんそれ。ゆめちゃん、ました、あれ、はい、ゆめちゃんどうしたの。あの近くでいたんで、うん、あのなんかガチやりそうだなってちょっと宇宙からこうビビビビビビビって来たんで、あ、宇宙船乗ってきちゃった。そう、ピンポーンって来た。お邪魔いる。ごめんごめん、爪が気になっちゃう。誰それ爪使い。こんな爪の生活できない。できる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 。うわー、行きましょう。え、全集中、全集中、全集中。あれ、あれ照明、あれ照明消えた、照明消えた。あれ照明消えた、あれ照明消えたよ、今消えた。演出、編集さんお願いします。確定演出じゃないこれ。来た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 。髪引き行きましょう。半切れ引くわよ、ストライク、シャット。さあ一発目なんでね、ゲンヤと、あ、待った待った待った、待った待った、2回も待った、2回も待った、いきなり来た、多かった多かった。ほら、じゃあ確定率決定だよ。おお、まあゲンヤかも。あ、そっかそっかそっか、ゲンヤ、まあゲンヤ、まあまあまあ、2回回ってますからこれね。第1弾、第2弾も出ますからね。あ、そっかそっか。まあ、おー、もうこれ、もう葵ちゃんかいこれ。あ、葵ちゃん、たぶん2回回ってますから。2回回って誰だろう。みつりちゃん、みつりちゃんいいかな、みつりちゃん最初に来てますから。うん、あ、忍さん、忍さんか。あ、違う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 。これでダメでも星玉溜まって、うん、来い、あーってことで、ってことで、うん、ここで溜まります、うん、ピキン、ピキン来ない、ピキン、どんな音するかもしれないんだよ、シュピーンと、キュピーンみたいな、キュピーンみたいな、ピピピンみたいな、全然違いすぎてわかんないわ。はい、行きましょう、暗記で引くわよ、ストライク、シャッター。さあ
みつりちゃんお願いします。何でんだコラボがいい、コンプしたいから。みつりちゃん、みつりちゃん、おー、すごい、きた、すごい、最小限、最小限、最小限、すごいすごい、やった最小限、すごいすごい、これで素晴らしい、うん、素晴らしい、いやいいですね。外出ちゃう、そう、外出ちゃう、ちょっと柴又を、柴又を楽しんじゃいましょうか。そんな余裕ない、ね、せっかくお越しいただいたので、何かあそこに障害 の車が止まってますね、はい、ちょっとそうです、これを回避してみましょうか。これも仕込みじゃないですか。そうです、仕込みじゃないです、でも人が出てくるかもしれない、そうですね、はい、でちょっとね、今スピードが出始めてきたので、はい、今ちょっと標識見えないんですけど、先ほど大きく30って書いてあったので、はい、30キロを超えない、ね、スピードで行ってみましょうか。私は少しね、久々なんで、はい、あそこからですね、まだもうちょっと控えておきます。まだまだ、そうあら、ちゃんと、そうでした、すごい、そうでした、ここからだった、ちゃんとここから40キロ、ね、そうなんです、あそこに止まってる車、じゃあ合図を右に出しておきます。この車の後ろでちょっと入れていただけますかね。はい、じゃあ入れていただきましょうかね。ありがとうございます。はい、いいですね、はい、はい、OK です。あら、なかなかレベル高かったですね。そうですね、はい、このアドリブ力がなければ、そうすごい、でも落ち着いてよかったです、今できました。私たちの車線がこの先の信号で、はい、こう合流でなくなっちゃうんですね、はい、はい、なのでこのお隣の車線にちょっと信号を越えながら、はい、かつ後ろを見ながら流れを読んで入っていきます。いますよ、ね、はい、そうなんです。合図出しときましょうか、はい、はい、じゃあまだ加速ちょっとしながら、そうですね、このトラックさん譲ってくれてない、あ、じゃあこの先で譲ってくれてそう、はい、じゃあちょっと入ってみましょうか。いいですか？はい、OK、そうです。加速しながら入りましょう。OK。ちょっとあの人危なかったけど、ね、でもちゃんとゆっくりにゴージャスさん行っていただいたので、はい、すごいできました。あれね、歩行者になるんですよ、自転車の人。ちょっと止まっといてあげましょうか。ちょっとね、はい、どうぞしてあげましょう。せっかくなんでどうぞしてあげましょうか。ゴージャンどうぞ。あ、いいよ。さっきはちょっとね、車道に出ちゃったから。この顔の人にどうぞされたら怖いです。わってね。ちょっと目を背けてたんです。いろんなね、情報がたくさんあります。はい、そう、これね、止まれがありました。あ、すいません、補助ブレーキ踏んじゃった。すいません。すいません。はい。今ね、ブームになってる呪物というのがあるんですよ。呪物、呪物っていうのはいわゆるそれを持ってるだけで、まあ霊的な触りがあって周りに不幸を与えてしまうものであるとか、実際に誰かにこう呪いをかけるときに使うアイテムだったりするんですよね。呪術書いて、いや、まあ、そうですよ。それもあって多分流行ってるんですよ、ね、で、呪物ってね、そう、あれなんか漫画を読んでると結構ね、やっぱり戦いなんでポップに書かれてますけども、うん、やっぱりもともとモチーフになってるこう呪物とかもあったりしますからね、実際にあるかな、はい、そういうものもありますから、で今回ですね、まあ本当にもういいですかね、もう早い、もう短くない、っちゃいましょう。何ですか、何ですか、こちらでございます。何これ、これね、100年前ほどにドイツで作られたね、ピンドールという人形でございます。はい、ポロ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 取れてますよね。これもだから100年前なんでね、ちょっとね布がね弱ってきてるんですけど、でこれをこうまあ除霊してもらうということで調べると、まあこの体のね、このちょうど右側半分にですね、開けたら錆びた縫い針が15本ぐらい入ってたんですよ。でそれだけじゃなくてね、これちょっともう今針はね抜いてもらったんですよ。針の錆と違うこの黒い塊みたいなのがこう何箇所かこうついてて、これちょっとねなかなか見えにくいかもしれないですけど、この黒い塊みたいな、これ錆じゃないんですよ。これ何かっていうと、おそらく腐った野菜とか魚の汁とかがこれついてるんじゃないかって。それっていうのはこう呪いをかける儀式にあるんですって。いわゆる新鮮なものをお供えするってあるじゃないですか。あれの逆で腐ったものをお供えするっていうのは呪いの、言ったら悪い願いを叶えてもらうための儀式だそうで、これはだから長年あるからちょっとわからないですけど、おそらく途中から
この人形っていうのはいわゆるこう呪いをかけるためのものとしても使われてたんじゃないかな、でまあ錆びてるぐらいですから随分昔の針だそうで、それがずっとこれに残ってるということで、まあ言ったら呪いが効力を発揮してこう周りにダメージを与えてたんじゃないかな。で人形自身も痛い痛いという気持ちがあったから、それを伝えようとしてたんじゃないかなってことを言われて、でまあその針を取ってもらってこれで大丈夫ですよと。でまあ僕急いでこうまあね次の日入院するんですけど、結局3日間ずっと検査したんですけど、これ除霊というか解除呪いを解いてもらってから不整脈一回も起こらなかったんですよ。うわあ、じゃあもう除霊済み、これはもう済みなんで、まあ今はおそらく触っても大丈夫なんですけど、持ちますか？触んのかい、おい、すごいね、心ちゃん、よく触れるね。うわこれ一個あのが触った時にちょっと手がピリピリとかしたらちょっと危ないんで離した方がいいと言われてるんですよ。すごい鳥肌すごいです今。ご様見てくださいよ。うわうわ、うん、本当にあるんだこれの。すごい100年前ですからね。ね、絶対無理です、絶対無理、もう絶対無理、ごめん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 、もう絶対無理。なんでそんな見るだけ見てよ。いやいや絶対無理、絶対無理。これは結局もう除霊もしてるから、はい、そうですね、どうするのゆくゆくは。まあなんかねやっぱりこれを僕はなんかこう閉じ込めたりとかどっかに待っていうのもかわいそうで、何も起こらないのならばまあ最後までね、あるうちにこの墓の中に入れて、いや墓にそうですね、共に葬られようかと思います。そうそうそう、はい、こういう呪物をいっぱい持ってるの？僕自身は今んとこ15、6個ぐらいですかね。うわ、はい、いろんな呪物がございます。以前ゴージャスさんが、あのポケモンスナップやりたいみたいなことを、ルビサファの時の最後におっしゃっていたので、はい、子供にやらせたいって言っただけで、じゃあ終わりますターゲットすごい先輩的な風吹かしてくるじゃないですか、はい、そうですね、ゴージャスさん経験者なんでね、風吹かしてくるやめてんのか先輩だわおー、どうるよ、あー、あどうぞ、おお、なんか転がってる、なんだ、イブイブ、かわいい、あらららら、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、もったいない、もったいない、何が転がってた、これなんだ、これイブ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 、ガルーラ、お、ガルーラ、ゴージャスさんもガルーラ、いや、こっち向かないと、こっちなんか投げない、あ、リンゴ投げんじゃないか、リンゴお、あ、投げられんの、ゴージャスさんが新しいやつをやったことがあるからの知識がありましたね、へリンゴ投げられるんだよ、こっち見てもらうの、なんでケツしか映すよ、ケツのショットバカじゃないか楽しい、はい、で、ここでですね、はい、お二人とも今から博士に写真を見せていくというフェーズに入ります。はい、うん、よくわかんないや、何かわからなかったですね、どれがカビゴンやん、博士どれがベストだこれ、なんか嫌な感じになっちゃうないやいや、ボールで、大丈夫ですか、いやいやボールのアレルギーが。なんでよ、そんなの。あれ、あ、これさっき見てた。おお、生まれた。さっき見てた。ダメか。いやー、かっこいい。さっき見てたって。おお、完璧だわ、これ。あ、さあ、ゴージャスさん、完璧ということで。完璧。おお、何完璧ですか、火山、火山の完璧だよ火山壁だよ、火山壁、出ました、火山壁、おーおーおーやった、あーやった、隠れてた、おー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 、ギャロ、こんなんだったっけポリゴンって、なんか擬態してますね、え、やっぱり怪しいと思ってたんだぜサクサクいきますね、うわー、うわー、すごいうわ
曲が。いやーイエーイ楽しい俺も楽しいよ別に。なんで俺だけ苦痛みたいに言ってないです。真ん中にサウナストーンがあるんですよ。サウナストーン、うん、おー、タワーがすごい、すごい、なんか部屋広いもんね。へえ、けどしっかりもうちょっとね、やばいね、広さをちゃんとね、説明してるわけよ、いつの間にか。大好きはわーっつって、ね、やっぱお上手でしたよ、ね、サウナレポ。すごい、ね、さすが。本当に、なのこさんのチャンネル見ようか、じゃあもう。今見てる人たち。今見てくれてる。これ、直すかもできるんだもんね。これ、直すかもできます。感じでもう本当に通常でもお一人一人こうやって風を、かいんだからこの風が柔らかい、はい、手前の22度に気持ちいいので、はい、もしあれ、ありがとうございます。待って待って、手で大丈夫、違います。パーティータイムが始まりました。パーティータイム始まってる。オートローリューって言って、ショータイム始まってる。なにこれ、フェスみたい。フェスが始まったんですよ。何の曲だろう。最新版で言った振ってる。あんなにかけない、大丈夫、あんなにかけない。サウナ内の温度を10度か15度5度ぐらい上がる。すごい、こんなにイベントがあるんだね。すごい、それでも一気に汗がパーッと。なのかさん見てほら、ちょっとそうだよ、伝ってますよ。来た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 って心の中で言われる。いやいやいや、これですよね、サウナチャンネルの醍醐味って。違う、滝汗、滝汗、こんなに汗かくんだ。で、水風呂ですよ、来るよ来るよ。ここがやっぱり水風呂が3種類あるんで、冷たい、本当にこのシングルが好きな方も、あのよくある15、6度とかが好きな方もちょっとぬるいのが好き、自分の好きなスタイルで入れるのが。なんで何スタイル、何であれ。なのかさんのあのスタイルです。スタイルそう、なのかスタイル、めちゃくちゃ冷たいんでね、一回汗流して入るね、はい、そう、冷気浴、はい、クールサウナ、クールサウナ、うん、水風呂あんまり苦手な方でもここでね、ちょっと涼めるんですよ。冷蔵庫です。冷蔵庫、なのこさん、湯気が出てる。確かに。すごい。簡単ですね、これ。ほら。ほら。湯気出てます。すごくないですか。すごいね。おもろい。おもろい。湯気おもろい。湯気おもろい。何がおもろいんですか。何がおもろいんですか。人空の勝ち気恐竜。でもなんかそんな感じに、本当自分から。今整ってる？今整ってます。はい、整ってます。コウのマリカです。マリカちゃん、来てくれた。久しぶり。はい、お久しぶりです。久しぶり。皆さんもお久しぶりでーす。ね、あれってなんかあれじゃない？ちょっと大人っぽくなっちゃってるなんか。今日はちょっとあの、ね、夏には絶対着るぞって思っていた浴衣を、もういろんな番組だったりとかイベントだったりとか毎年どこかに来てたんですけど、はい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 、今年ちょっと着る機会がなくて。あら、いいじゃない。だから、うん、ゴージャス動画だなって。あら、あら、いいじゃない、これね。はい、いきますよ。きます。あんま大きい声とか出さなくて大丈夫。大きい声、大丈夫。びっくりしたってなんだ。ならないです、ならないです。大丈夫です。大丈夫、かけっぽい。わったちょっと確かに硬直しちゃったでしょ、でしょ、大丈夫。すごくないですか。すごくないですか。ちゃんと聞いてるから、俺ちゃんと。そうですよね、ちゃんとね、うん、お願い、お願い、もういいでしょ。罰は出さない、もういいでしょ。罰なんて出さない。出ろ、パン。いや、何も出てません。隠さないでください。視聴者に隠さないでください。罰が出たのでこの時点でゴージャスさんの負けと。あーというようにやっていくゲームです。こちらワームス。お互い真剣勝負しましたよね。あ、え？え？
これあれですよ、お手本です。お手本だったんですか。はい、次本番いきたいと思います。これがゴージャスだ。思い出した。思い出してきました。はい、1、ここから外周行くの怖いから、うん、2、あら、3、ちょっと後ろに避けて行ってみました。逃げた。はい、戦略的撤退です。戦略的な撤退。4。逆に多いですね、4って。そうね、こう考えると、1、2、あ、戻った。あれ、ぐるぐるしてる。4、ぐるぐるしてる。なんかこの形スリザリオで見たことありますね。囲まれてる時のね、いつでも食っちゃうね。分かる人にしか分からない。ダメです。負けです。あですね。これは正真正銘の本戦ですよね。というような。いや、ま、な、マイケちゃんの勝ち。やったー。向井さん、すげえ。スタートです。はい、さあ、朝。朝だ。あれ、ちょっと元気だ、ちょっと。そうですね、うん、あのオープンして急いで行ったらまだオープンしてなかった。そ, そうもう始まってんですよ、もう。そうだそうだ、もうこの時もう始まってるのに全然準備が追いつかなくて、私もめっちゃわちゃわちゃしてますね。その前までゆっくりしてたんだよね。ね、何しようかみたいな、ね、話してましたもんね。よし、行きますか。はい、設営完了。完了でございます。お待たせいたしました、どうぞ。あ、僕も風邪ひいて。はい、はい、私も冬に引き続き1番目です。すごい。お客さんがね、同じ方が1番目だったんですね。うわ、そうだ、急にそうだ。あ、そうなんですよ。20セットすごい。私のファンの方が20セット。そうだ、開幕すぐだね。そうです、急に20セット買ってくれましたね。私の好きな写真がいっぱい入ってます。20セット本当に手厚く、うん、いいね、手厚すぎちゃって手厚すぎちゃってちょっとね。それぐらいがいいじゃないかな、逆に、ね、お待たせしちゃってすいませんけどね。会える時間なしですしね。パートナーやってなかったら俺今日、あ、なんかほらほら、そうほら本当にこれ、本当にこれなの。全部ね、最終的に最終的に公開みたいな。これ繋がってたのが本当全部繋がってる、意味があった。意味がありましたね。コモ様のポーズもどんどん飛ぶように。いや、嬉しいですよ。お、どれ、あれ、どれ、どれ、どれ、あ、ですけど、マリンカさん。2番目のやつが本命ですからね。あ、ね、ね、あれ好きだね。あったけ、私たちそれぞれいますからね。ね、言ってくれたらここで言いますよね。ね、本当ですよ。見てますよ。スプレーをしていたというお客さん。あ、ゴージャスのね。ゴージャスの方。え、ゴージャスのコスプレを。そう、貴重な。すごい。ほら、ね、本当に好きで。これ同じところで作ってるの？あ、どうなんですか。原宿で買ったの？あ、そうそうそう、そう、同じだ。すごい。やっていいよ。ありがとうございます。公式公認。まあ、大体5時間ぐらいお二人ともずっと売り続けてる感じでしたけど、ポスターじゃんけんで、はい、最後の方にある、そうですね、貼ってあるポスターを、うん、誰だ誰だ。いや、本当にね、本当に結構疲れた。もうあそこのシャッターも閉めない、閉めないといけないんだね。そうなんですよね、あのもう閉め作業というかね、うん、シャッターを完売ではなかったんですけどね、はい、そんな中ですね。お、うわ、すごい、ね、欲しいわけですよ。いや、余計もらってるから。最後、撮影会をね、あ、そっかそっか、うん、ちょっとね、写真撮りたいっていう人結構いたんで、はいはい、うん、大撮影会ですね。うわー、もう囲みじゃないですか。もうえなこサークルに、いや、ね、本当ですよ。もう勝るとも劣らない。これゴージャス囲みってやつが、うん、ゴージャス三日月ですよ、これ。でも本当ですよ。え、いや、すごい人だな。もうみんなこ れ, これ本物なのかなと思って。半信半疑。今日来ているところ、それここスシロー新宿三丁目店でございます。いや、もうこっちでどうでもいいや。今、うん、
まさに撮影日当日の今、はい、ぜひ来てほしいキャンペーンやってるキャンペーン、なんだ、なんのキャンペーンだろうね、協力なんね、うん、協力で1万円を目指していただこうかな、あ、2人で1万円、はい、楽じゃない、今あれなんですね、世界の海やってるんですね、これだ、これだな、これがそうですね、ゴージャスさんにぜひ今来てほしいという、これが、だこれの産地を指し示しながら食べろってことかいいだろう、これだ、あー、到着した、あー、うん、だー、これは、うん、ロコガイですね、ロコガイ、ペルー、ロコガイの取れた場所、それここ、ペルーオッケー、この絵いいですよ、これいいですね、はい、自分の産地をね、はい、旅行がいいです、はい、値段お手ゲームしますね、行こうか結構立って今もうパフェ頼んでるから、いや、5000円ちょいじゃないですかね、いや、7500円、え、そんな言ってます、言ってる、心ちゃんが5300円、私が7500円で今数えたのこれは入ってないわけです、うん、それが入ってない金額で今近いのはココロちゃんです、うわっ、ていうことはまだいっぱい食べれるってことじゃん大丈夫すごいな、これ昔ね、はい、エビがねずっと好きで回転寿司でエビばっか食べてたら隣のレーンの OL のお姉さんたちが、あの子またエビ取る、エビ取る、エビ取るよ、エビ取る、ほらエビ取ったみたいな感じですもうなんかそのお姉さんたちのそのキャピキャピ感が聞きたくて、もう食べたくないのにエビ取ってる時やだ、スケベなエビ小僧じゃないですか、スケベじゃないだろう、スケベなエビ小僧ですねあえ坊様あれ手は合わせてますが、ごちそうさまでしたのいいですか、そう、私あのこじんまりと食べますんで、いや私もいけるか分かんないですよ、もう、でははい現在の金額です、うん、はい、今お二人が食べた合計金額はモンハンナウがもう配信になりまして、すごい虜になっちゃいまして、もう僕の人生は別にその携帯ゲームにこうやってね踊らされるもんじゃないよって言ってたのに、あ、なるほど、ロケしちゃってますお散歩しちゃってます、ね、そして、はい、昼一でダウンロードした女、さっきやってます、新米ハンターです、はい、ということでございまして、私ね、はい、もうハンターランクの方がですね、うん、31ですかね、おお。もう上がってますんで、はい、すごい、で、お昼にやって、はい、お昼にやって今ハンターランク9 超えて9いきました、すごい、はい、あ、すごい、みんな来た、みんな来た、ありがとうございます、ご協力ありがとうございます、知らない人が入りました、すごい楽しい、みんなやってるな、これ、これ、でも星ちゃんの一撃で、これも一撃、ほら、前足ブレイク、ほら、うおー、10秒かかってないんじゃない、これ緊急の案じゃなく、はい、行ってらっしゃいませ、こちらをですね、一人で行かなきゃいけないんでね、うわうわ、でも強そう、さあ、どこがいい、ガガガガー、これ、すごい、うわ、欲しいよ、緊急の時はね、このほら、すごい、力入ってるでしょ、はい、うわ、もう食べられてる、 OK、 It's hunt、 おお、100も効かせられる、あ、一発だあ、ちょっとあれか、ちょっと近い、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 ちょっと近い、近かった、近かった、危ない、あーあーちょ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 、わーすごい、あーすごい、いいダメージ出てる、いいダメージ、危ないよ、大丈夫、危ない、あと20、おお、ブレイク、お、ブレイク、頑張れ、ブレイク、あとちょっと、
決まった。そして始まった。今回はまあせっかくなので、はい、スイッチ版で出たあらこのリメイクの方をブリリアントダイヤモンドとそうシャイニングパールとございましてですね、はい、急に現代マークつけマークつけられたわがめついやつみたいじゃんお金好きそうよドーンドーンあ、ナオスケ、ナオスケ感じた。お仕事仕組み。おい、湖に行くからさ、早く来いよな。今年遅れたら罰金100万だ。ナオスケ、金ナオスケ金だ恥ずかしい恥ずかしい何だってんだよ。おうわここではいということで、ここで、ポケモン御三家、選択になりますので、はい、いつものごとく、ルーレット用意してきましたので、はい、ルーレットで決めたいと思います。ルーレットだ。ルーレットー。ここで渡されます？早い。水。おぉ。さあ、出るのか。うわぁ。なんや。あ、草ー。おぉ、草か。草生える。草生えるなぁ。直輔さんのハンデの、説明をさせていただきたいと思います、はい前回ですねハンデでありました、うん、出会ってしまってまだ捕まえていない野生のポケモン、はい、これ全ゲット、はい、今回も、はい、ハンデとしてまず一つありますといいじゃない、はい、まあ嬉しいですけど ね、いっぱいポケモン捕まえられるんですね、そうですね、ね、うんうん、そしてまあこのハンデがあっても前回直輔さん買ってしまったので、はい、今回しかもプレイ済みということで、はい今回はバトル中に直輔さんはアイテムの使用禁止とさせていただきます。ひー、はい、この班で結構山田マンもテストでしましたけど、うん、結構しんどいです。ひー、はい、何ちょっとしか入ってないのに伝説いやもう鳥やだー鳥やだ鳥やだ本当にムックルだらけはぁ、あ、北海道だそうですね北海道だ、はい、信用地方まあ北海道モデルということで知らなかった北海道だショートカットですねさあいけるか楽しくやりたいんですお楽しくやりたいんですよっしゃコイキング 100% めっちゃお祈りしてましたよめっちゃジョジョの奇妙な冒険のコラボが来ておりますよイエイさあ山田マンはいオーブの数も見てくれよいや1000超えてる1000超えたすごいかき集めたまた本気だ本気だ私はジョジョね好きなの、はい、好きだし世代なの阿部ちゃんジョジョは小学生の頃に1部から3部までを漫画でお父さんの漫画で読んだんですけど、うん、でも小学生の女子にジョジョ分かるわけないじゃないですかもともとジョジョはマニアックな漫画だったのねもともとジョジョあなんか好きな漫画ないって言ったら「ジョジョの奇妙な冒険」って言ったら「変わってるね!」っていうぐらいのマニアックな漫画だったのよ。それがアメトークのジョジョ芸人とかで、はい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 、もう結構そこら辺かな、うん、火がついたのかな、うんうんうん、そしたらジョジョがなんかもうおしゃれな感じになって、うん、俺の中では複雑よね、うん、今までやっぱマニアックだって言われてちょっとにんまりしてたところが、うんうん、民間のものになっちゃった、うん、民間のジョジョになっちゃったから嬉しいよ嬉しいけどもああもうみんな好きなんだっつもうだからそこジョジョ好きですっていうそのマイノリティ思考だったところがあなんかもう違うのよもう好きな人増えたりましたしねあそうなんですね、うん、あみんな好きですもんねみたいなみんな好きですよって全部出すまで全部出すまで引く予定です予定おジョリンジョリンカラオジョリン3体目カラオおかっこいいさあいいよアイロンハントグリーンそしておえ嘘やばい神引き
うわー、すげえ、スタンド同士は惹かれ合う。あ確かに。やばい、このままチャリオツ出るんじゃない。マジ、ポルナルフ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 。あでもすごい、すげえ、すごい。いや、ジョリーンがもう3体目だ、これで。うわうわ、やばい。でも今、あ、これで、あ、おお、キピーンだ、初めて見た、初めて見た、初めてキピーン。うわ、私も初めて見た。うわすげえ。うわ、都市伝説だと思ってた。ここやった、これでじゃあもうコント確定、やった。どうしよう、えどうしよう、一回電源切る。ほらで、これでもう選べるでしょ。選べます。うわ初めて見た、すごい、初めて見た。おお、やったよ。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘だよ。それは嘘だよ。当たり前だよ。嘘だよ。当たり前だよ。これで嘘だろ。ああ、よかった。さあ、いけ、ジャンピエール・ポロナイフだ。うわー、すごい、綺麗、綺麗な終わり方。すごい、すごい。うわー、運いい、運いい。本当だ。これで。ゴージャス動画&タッチアカデミー桃太郎電鉄誕生日10年決戦スペシャル、やったー、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。いいえ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。すごくないですか。すごいっすね。ここ誕生日一緒なの。はい、一緒ですよ。実はなんですけど、うん、あのおけちゃんの父親が今日誕生日です。カツチン社長。どこ、うわうわうわ、レブン、すごい、レブン、すごいですね。うわ、双子をテンポよく北海道に送る。これあれ、 レブン島はどこ。あ、レブン島にいます。はいはいはい、はい、北海道の、はいはい、うわうわうわ、マジ最果て、マジ最果てなんですけど。あー面白い。お前はやりすぎた。お前は俺を殺す。わっ、ホスト美周遊だ。復活のホスト美周遊。わあ、帰ってきた。12があった。マキの12があった。マキの、マキの、やべえ、おい、うわ、なんで星周遊取られんだよ。さあ俺の周遊返せよ。これは逆転劇。せめてなくなれよ、星周遊も。これはすごいですね。いや、カードはいいですよ。すごいです。うわ、陽気社長ゴール。そんなこと言ってたら陽気社長ゴールです。北海道でもいいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。うわ、いいぞ。確かに、六大都市カードを持ってますから、六大都市だったら一発でいけちゃうよね。どこでもいいっすね、そしたら。俺のターン。超強いですね。ここから俺のターン。横浜。やべえ。東京。さあ、横浜は、はい、これゴージャスさんに、これ私のターンじゃないですか。私のターンですね。はい、早く早く早く欲しい、早く来たんですか。俺のターンで早く回して。いましたけど、そういう友達。早くって、もういいからもういいからって。うわ、これ期間延長聞いてんのかな。あ、聞かないか、周遊じゃないか。そうですね。で、しかも期間延長カード使うんですよ、確か。使わなきゃ、使わなきゃいけないので。横浜行けるじゃないですか。横浜もう行ける。俺のターン、ゴージャスね。さすがにドンピシャじゃないよね。ドンピシャで俺のターン。いけるのか、いけるのか。ドンピシャ、ほらドンピシャ、ほら、しかも虎に翼、視聴者ありがとう、時代が来るんだ。俺のこと信じてくれてありがとう。ゴージャスの時代が、横浜が大好き、すげえ、このカード。住民は大歓迎です。六大都市に横浜行ってるんか。噂は聞いてたんですよ。なんか丸い可愛らしい顔についたスイカが流行ってるっていうのだけ聞いてたんですけど、うん、ルールもまあめっちゃ簡単なんで、ね、ちょっと一回見ていただいて、はいはいはい、3000点いったら大したもん、2000点超えたらあーすごいねぐらいの勢いなんでね。うまーい、うまいですよこれ。おー、うまーい。やってますから、私やってますからね、やっぱね。あ、ちょっと反対側に落ちちゃったけど、そんな気にしなくて、そんなね、あーそこでやればいいのにみたいな、そんなね、うるさいやつやったら、もうほんとね、もうブロックですね。アドバイス、手厳しいですね。手厳しいですね。イーロンマスクさんもブロックしないのに、ね、ブロックしたら私はね、イーロンマスクよりも私の方がね、心狭いですね。
心の狭さじゃない、心の狭さじゃないんですか、これ、これね、あ、やばい、なしが、ちょっと、全然ちっちゃいのが下にどんどんいっちゃいますけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫、これも計算ですか、計算で、これ、あの、僕ちょっと言っちゃいますけども、これはね、うん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 、これはね、なるほど、しょうがない、そう、ダメな時はダメ、あいい時はいいですね、これを覚えて帰っていただきたいね、人生と一緒、もう結構いっぱいになっちゃった、大丈夫、全然全然大丈夫、こっからこっからだ、こっから大丈夫ですか、大丈夫だから、そんなスイカ見れますか、これ見れる見れる見れる、スイカ見たいですね、スイカゲームだけど、いやシーン、え絶叫ですよこれよっしゃ、すごい、メロマリンちゃん、来た、いける、ほらこれよ、これ脳汁バシャ、脳汁バシャですよ、今さね、すごい、せ一気に千福は行きましたよ、すげえ、ええ、だから言ってるでしょ、なりますね、貼ってるっつうのか、スイカいけるかも、言ってるっつうのか、貼ってるっつうの、また、間違えた、これまたちょっと ね、もう一個メロン作んなきゃいけないんですから、うん、そうなんですけどね、スイカは作ったことあるんですか、あるよ、スイカゲームだろこれなんでそんな怒るんですか、心の底から今あるよ、あるんですけどね、スイカゲームだぞこれ本当に、いやだってね、作れないこともありますもんね、きっとなことないやつ、みんな作れる、作れるのかな、しかも今回はね、安心して見れますね、本当だよスイカ、でもテクニック感じますよ、じゃあ当たり前ですよ、え、何年やってたと思ってるんですか、何年何年そんなやってたの、最近のゲームえ、あのイチゴ邪魔あいつがちょうど刺さってるすごい顔してるもん、あのイチゴ、移動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 してください、移動してくださいリンゴ意識、お、いけるからのくっつくか、おー、来たー、 OK、 お、いけるか、あ、いいいい、オーケー、オーケー、オーケー、声でかすごいめちゃめちゃ興奮してらっしゃる、言葉をメインにしたボードゲームということで、はい、言葉落とし、こちらをやりたいと思います、言葉落としカードでございますね、はい、ゴージャスさんはこの場合カーペットというワードを3分間の間にトークの中で自然に入れていただくと、はい、いやー、いろんな国行きたいですね、行きたいですね、やっぱ僕はゴージャスさんのね、うん、まあお供としてやらせてもらってるんで、はい、マダガスカル、わあ、マダガスカルは僕行きたくないです、ね、行きたくないんですか、ゴージャスさん、あ、結構自然が多めで、ちょっとね、あの観光というか、もう本当にもう本当にバオバブの木とかそういうなんかね、行ける場所ではないんですか、うん、あ、行けるところは遠いし、だとしたらもうそのままヨーロッパ行った方が楽しい、ああ、ヨーロッパね、駒澤さんはどこですか、行ってみたい国は、うんうん、私韓国が好きで、あら、いいですね、韓国キムチが美味しいですよね、サムゲタン美味しいなぁ、うん、スペインとか、うん、イタリア、ドイツとか、はい、その辺のあたりも行ってみたいなと、行ってみたいな、うんうん、イギリスでも食べ物がなんかあんまりその日本人の口に合わない、イギリスはそういうね、うん、言いますよね、イタリアンはどうですか皆さん、イタリアン大好きです、イタリアン好きね、パスタとかピザとか、うん、ピザ好きだね、美味しいですよね美味しいね、あとのサッカーも好きなんで、うん、イタリアのセリエA とか、うん、ドイツのねブンデスリーグとか、うん、はいはいはい、あの辺行って本場のサッカー見たいなと、あ、いいですね、サッカーもね、思っておりますけど、うん、ゴージャスさんのヨーロッパのネタおすすめのあります、はい、イタリアあります、イタリアは見たいです、あの若気のイタリア、あ、いいですね最近やってないな、スペインはない、スペインは梅干し食べて、スペインドイツ、ドイツ、ドイツ、すごい、ドイツ、ドイツ、参考、この帽子ドイツんだ、オランダ、もしかして帽子集めてルーマニア、おお、すごい、ルーマニアも入った、ギャグがね、面白いですね。さすがですよ。もう入ってんのこれ。もう入ってねえ、うん。いや、他にギャグないですか。いやいいよ。時間がまだ余っちゃったんで。時間余っちゃったんで。ギャグ見たいな。いや、これはね、最初の方に出しちゃって、もうどうすることも、もう安心しちゃった、いやいやいや、そんなことない、サムゲタン。はい、終了ですね。
タムケタン、イタリアン、サッカー。タートルンさん、答えをお願いします。答えはドイツ。え、ドイツが出たんです。そんなことあります？なので好きな国のお題が出た時にびっくりしましたね。2番ドイツだ。うわー、はい、だからもう何を喋ってもドイツって言えるんです。おーい。だからバレないようにフェイクでサムゲタンというワードを残したんです。うわ、耳に残りやすい。まんまと引っかかりましたね。引っかかった。みんなの心をばっかりかーん、 VTuber オペレーターの天野ありかです。よろしくお願いします。ありかちゃんということでございまして、二人はありかちゃん初めて。はい、初めてです。初めまして。初めまして。いるでしょそこに、うん、まさに。ありがとうございます。まさにいますからね、うん、まさにいますから。ちょっと何回も言ったら何かあれじゃないですか。いますよ。はい、います、ね、4人プレイをまだしていないあのゲームということで、おい、ヴァンパイアサバイバーズ、こちらをやりたいと思います。ヴァンパイアサバイバーズはやってるけど、やり込んでる人がいないと怖くないかい？やり込でも、うん、ゴージャスさんは結構やってる方ですよ。いや俺はヨキュンちゃんがやってるから、ヨキュンちゃんに言われた通りにやってるところがあったよね、前やった時、うん、あれ二人は本当に初めての二人。ど素人連れてきたのこれ。ちょっと やってんのかなと思って。あ、これでもね配信にね向いてるからこれ、うん、ね、やった方がいいよこれ、伸びるよ。今日覚えて帰ってきた感じで、うん、でやった方がいい、ね、アリカちゃんはちょっとだけやったことはあります。おお、いや、やってないぐらいの感じ。ちょっとですよ、ちょっと、ちょっと触りましたぐらいの感じだけど、大丈夫これ。やばい、ここやばい、やばいけどすごい。いやいや、これどうするの、どうすればいいの。避けるしかない、避けるしかない。はい、アリカちゃん、私です。アリカちゃん、はい、ナイフ、攻撃力上げたいので、オッケー、ナイフいきます。はい、やば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 い、すごい。オッケーオッケー、いいよ。ちょっと左に行こう、左。はい、左行きましょう。左行ってきた。来るよね、来るよね、来るよね、バッカルコン、バッカルコン。結構、結構、気をつけて。やられました。バッカルコン。やばい、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 キー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 。溶けたー。ゴージャス頑張った。いやー、溶けたー。誰か生きてる。溶けたー。はい、いける。私、生きる。頑張って、みんなが生きる。バッカルコン。わー。14分。14分。あとちょっと。目標の20分には到達せず。いやー、惜しいですね。今まで見たことない髪型だから。ちょっと今伸ばしてるんですよ。伸ばしてるの、はい、やっぱおでこ出した方が運気がね。あ、そうなんですか。いいとか悪いとか言いますか。いいのかな。最下位の人が1位の人をなんか褒めてあげるとかにしましょうか。ちょっと恥ずかしくてなんか嫌じゃないですか。リカちゃんのテーマパーク。誰？1000円払う。リカちゃん。リカちゃん。え？あれ誰？誰ですか？大丈夫ですか？耳聞こえなくなる。あれ？あれ？リカちゃん？何年前の話？彼女じゃない女の子と家来たら、彼女待ってたの家の前で。耳聞こえなくなっちゃった。政治家。政治家になりたい。あ、声優。入ってるんだ。科学者。いやでも声優結構売れてないとお金もらえないよ。リアル。リアルなやつ。リアだったな。いや、でもここは手堅くいこう。もう。なんかね、普通よりちょっと高いもんね。そうですね。そう。だから農業家になります。あら。はい。お金ないんで。八。八は何でしょう。お。あれ飛び越す。おお。いいな。あ。ドクター。ダイモンゴージャス。ドクターゴージャス。うわすごい。なるよ。うわ高い。はい、あなた方。チー見れます？チー。チーは見れません。ダメです。ここをね。うん。ミキサーで切っただけで、あ、痛そう、貧血で倒れちゃった。か弱い、か弱いんだから。じゃあダメじゃん。どうも、どうも、
ドボン。ドボン。うわー。やっちまったなー。うわー。団結力すごい。医者から？うわー。だいぶある。ルース。なるほどねー。もうこれ見ない方がいいの。キース。キース。キース。ラムスケここじゃなくてよかったね。苦しい。マジで。ダメだね。危ねえ。ダメだよ。マジで。危なかった。そこじゃなくてよかった。道徳としてダメだよ。かわいそう。かわいそうすぎて。かわいそう。ルーレットことごとく外してる。これ闇医者だから。闇医者。